皆さんこんばんは、ユミです。今日はミニマリストの井上美希さんのお家にお邪魔しています。美希さんはナレーターのお仕事をしています。それなのにお洋服もメイクもすごく厳選されて、多くのものを手放されたそうです。その手放す時の言葉を伺ったんですけど、私キュンとしました。美希さんがどうやって手放したのか詳しくお聞きしました。そして今日はミキさんのメイク道具、お洋服、詳しくご紹介させていただきたいと思います。ミキさん、自己紹介お願いします。普段ナレーターと試食販売をしております。シンプルな暮らしをモットーにしております井上ミキです。よろしくお願いします。築何年でしたっけ？築25年です。はい、はい、住んでからは？住んでからは5年です。ミキさん、ここの部屋はどれぐらいですか？1K6 畳の部屋に住んでます。ミキさん、はい、いつからミニマリストなんですか？ミニマリストになったのはまだ1年経たないぐらいです。はい、それでこんなに、はい、なんでミニマリストになろうと思ったんですか？もともとはミニマリストになりたいと思ってなったわけではなくて、なんで20代から30代、今30なんですけど、になるときに、なんかこう人生このままでいいのかなっていう、なんか辛いことあったんですか？なんかいろいろ、このままじゃなくてちょっと新しい自分になりたいなっていうことで、一回全部リセットをしたくて、物を含め人間関係とかも、自分がちょっと苦しいなって思うことは全部もう手放したのが、その、去年の4月ですね。じゃあメイク用品全部見せていただけますか？はい、はい、お願いします、はい。このカゴに入っているメイク用品はもうこれとこれだけですね。普段バッグに入れてるのは？バッグは持ち歩いてないです、化粧品は。そうなんですか。じゃあこれだけなんですね。この本だけです。じゃあメイク用品教えてください。はい、中はアイシャドウで、色味はこういった茶色がベースの色味のものを使ってます。はい、これを選んだ理由は？自分のナチュラルな色と、もともと多分6種類ぐらい中のパレットがついてるやつ使ってたんですけど、使うとこと使わないとこの差が激しかったので、種類を減らして自分が使う色だけのものを厳選しました。他は、これがマスカラですね、と、アイライナーとビューラーの4点だけです、持ってるのは。あれ、口紅は？リップは1本持ってます。へえ、はい、色見せてください。色は、こういう感じの。すごい綺麗な色。ファンデーションは？ファンデーションは使ってないです。お顔のお手入れどうしてるんですか？顔の手入れは本当に特別なことはしてないんですけど、洗顔 と、メイク落とし もう一緒になってるマナラっていうものを使ってまして、マナラ見せてもらえますか？はい、お願いします。それがマナラ？はい、これホットクレンジングゲルっていうもので、お風呂の中で私使ってるんですけど、メイク落としも洗顔ももう一緒にできるものなので、これ1本でもう完結するものになってます。洗顔クリームは？持ってないです。持ってないの？はい、もうこれで洗顔も同じ役割なので、これだけでしてます。これは無印のハーバル化粧水っていうものと、同じ種類の乳液を使ってます。そっち側にあるの何ですか？はい、これですかね。はいはい、これは日焼け止めですね。エスポアっていう、特にメーカーは気にしてはなかったんですけど、ビジュアルが可愛らしいなと思って。だってピンク好きですもんね。差し色で。そうなんだ。あとなんかもう一個ちっちゃいクリームみたいなの。これはリップですね。ブラシは、これはロフトで買ったんですけど、特にメーカーは気にして買ってはなかったんです。ビジュアルですか？はい、この木の感じが好きで。あ、そうだ。なんかお部屋すごく木目調のナチュラルのが多いですもんね。はい、テイストは木とかぬくもりとか、そういうのを多分一番に置いてるので、それに合ったものを買ってるっていう感じになってます。ピアスとかアクセサリーありますか？アクセサリーは、もうこのピンキーリングと、あとちょっとあっちに入ってるんですけど、はい、時計と、あとこれ1個ちょっと出しちゃったんですけど、はい、この人差し指につける指輪を中に入れてます。これはお付き合いしてる人がいるので、もらったものを一応大切にするというところで。え、言っちゃっていいの？自分の動画でも。そうなの？もらったの？見せて見せて。
ゃあこのうち来るってこと？あ、来る時もあります。なんか何もないねって言わないの？割とすっきりしてていいねっていう風に思ってくれてます。本当？そうなの？ミキさんが持っているコスメはこれだけなんです。本当びっくりしちゃいました。でもね、キラキラ輝いていて素敵でした。私もコスメ少し減らさなくっちゃ。これ彼からの指輪です。羨ましい。実はミキさんのメイク道具を紹介させていただいている時に、私そのアイシャドウがすごく欲しくなって、お揃いで色違いで買わせていただきました。じゃじゃーん、こちらです。ミキさんは薄いピンクなんですけれども、私はオレンジのバージョンを選ばせていただきました。ミキさんが買ったお店までご一緒にお買い物に付き合っていただきました。本当に素敵なアイシャドウでした。ちょうど買い替えたいなと思っていた時だったので、ミキさんにわがまま言って付き合っていただきました。こんな感じ、多分これですね。いいものはすぐに真似っこしたくなる性格です。ミキさん、お買い物ご一緒にありがとう。ここでちょっと宣伝です。私、お片付けや買い物動向を行っております。リモートでもご相談を受けたまわっております。よろしければ概要欄をご覧ください。お片付けのご応募お待ちしてます。それでは、はい、靴の手放し方をお願いします。はい、靴は私はもう季節物は最初に手放しました。例えばブーツとかサンダルとかは1年通して履けないものなので、それはもう置いておくだけの期間ができてしまうので、もうそれは手放して、本当に自分のお気に入りだけのもの、もう絶対に使うものだけを残してスッキリさせました。ミキさん、靴見せてください、はい、靴はこの中に入ってる4足になってます。はい、まず一番左下が、これも普通に黒いパンプスなんですけど、これはスーツで仕事をするときに使うものになってます。黒い革靴というか雨の日用の靴で、まあ、普段あんまり使ってはいないです。雨の日だけ使ってるものになってます。スニーカーというかが2足あるんですけど、1個はこの紐なしのスリッポンタイプの靴で、これはもう本当にラフな時、気軽に履く時に使ってます。紐付きのスニーカータイプのもので、これはちょっとまあ気合を入れるときに履くようにしてるんですけど、最近はこれを履くことが多いです、正直。女性のミニマリストさんってすごく少ないんですけれども、はい、女性だとね、やっぱりおしゃれしたいと思うじゃないですか。はい、前はもっと持ってたんですか？もともと今よりは持ってはいたんですけど、うん、でも多分他の女性の方に比べたらもともともう少ない方だったかもしれないです。はい、メイク用品減らして、はい、なんか物足りないって感じませんか？はないんですよね、それが。何から手放していいか教えてもらえますか？多分化粧品とかって口紅とかだと3本とか同じ用途で多分何種類か持ってることが多いと思うんですけど、はい、でもその中で多分お気に入りって2個とかだと思うんですけど、はい、使う頻度が少ないものから手放していきました。それじゃあクローゼットの中お願いします。中開けます。こんな感じになってます。うわ、余白がいっぱい詳しくご紹介してください。はい、左側がコート類で、うん、右側が普段着てる洋服で、このタンスの役割なんですけど、はい、この中にインナーとか、ここにあとタオルとかを入れたりして。どんな洋服着てるの、ちょっと見せてください。はい、洋服はスーツでする仕事があるので、お仕事でね、はい、その時に使う仕事がもうシャツ、仕事着ね、はい、あとはスーツですね。うん、で普段着は、普段着は今ちょっと洗濯に、まあ、2着ぐらい入ってるんですけど、うんうん、基本黒い服が多くて。見せて。はい、そうね、私のモットーは仕事と日常をもう一体化してるところで、黒かと白い服しか持ってないです。どこで買ってるんですか？確かハニーズとかだった気がします。あ、割と普通に、はい、シンプルに。あとユニクロで買ってるものも多いですかね。うん、これは確かハニーズで買ったもので、下はユニクロのパンツですね。もう選ぶことがあまりないような服になってます
はい、選ぶときどうしてるのって今聞いたら、はい、選ぶことがないと、はい、お洋服を手放すアドバイスお願いします。はい、私はもう仕事と日常をもう一体化して制服化したので、それ以外のものはもう捨てるようにしたんですけど、まあ、やっぱりおしゃれをしたいっていう方は、まあ、無理にその手放すと、まあ、自分の心が満たされなくなってしまうので、まあ、そこ無理にしなくていいと思うんですけど、まあ、例えば同じ用途の洋服がそれも本当に何着かあるんだったら、それをまあ一回ちょっと絞ってみるとか、着てないなって思った服だけ捨ててみるとか、それだけでもちょっとすっきりするので、踏み切れないという方はしていくのがいいのかなと思います。私を駅まで迎えに来てくれたんですけど、手ぶらじゃなかったですか？その時はもうスマートフォンだけ持ってました。普段お財布持たないんですか？どこか出かけるときは持ってはいるんですけど、うん、本当にコンビニに行くだけとかは、うん、もうキャッシュレスでバーコード決済にしてるので、スマホだけ持っていくときはよくあります。20代の頃って、まあ、好き勝手やってはいたんですけど、うんうん、その頑張らないといけなかったり、まあ、ちょっと自分をよく見せようとしたり、そういうのをしてきて、まあ、ちょっと苦しいなって思ってた部分もありつつ生きてきたんですけど、まあ、それをずっとこのままやってても、まあ、なんか自分にとってやっぱ本当に楽しい人生じゃないなっていう風に感じて、だったらもうありのままの自分をもう出して、それで自分のことを好きだと言ってくれる人をもう本当に大切にしたいなっていう風に思うようになったので、それをもう30代からそうしたいと思って、もう物も人間関係とか、もう本当に付き合いで行く飲み会とか、そういうのは全部やめて、自分の本当に大切にしたいことだけを持つ人生にしたいなっていう風になりました。もともと私も自分のこと、うん、本当にあんまり好きじゃないタイプだったんですけど、うんうん、もうありのままの自分を好きでいてあげられる一番は多分自分しかないなと思って、涙が出るその言葉女性の方、ぜひ今日のミキさんを見習ってみてください。ミキさんの言葉にとても感動しました。もっと自分のことを大切にしてあげようと思いました。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この YouTube チャンネルではお片付けや掃除、収納、ミニマリストの方のインタビューなどご紹介していきたいと思っております。よろしければチャンネル登録お願いします。コメントは励みになるのでお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。マイスタイルユミンと井上美希でした。ありがとうございました。おやすみなさい。